ブルッセル包囲戦はオーストリア継承戦争中の1746年1月から2月にかけて行われたモーリス・ド・サックス率いるフランス軍による包囲戦。サックスはこの時代において大胆で革新的な陶器戦役を行ってオーストリア領ネーデルラントの首都ブルッセルを包囲、占領した。同盟軍のうちイギリス軍は百四十五年のジャコバイト放棄の勃発。 およびチャールズ・エドワード・スチュワートが、プレストン・パンズンの戦いで勝利したことで帰国せざるを得ず、同盟軍は、フランス軍を止めるだけの軍勢がなくなった。包囲が3週間続いた後、ブリュッセルの城壁に突破口を2つ開けられると、オーストリアの中流軍は2月22日に降伏した。オーストリア領ネーデルラント総督のベンツェル・アントンホン、カウニッツリー伯爵は政府を、 北のアントウェルペンに移ることを余儀なくされた。包囲戦に敗北したことでオーストリアはイギリスとオランダがブルッセルの守備に何ら貢献しなかったこともあり、二国との同盟の価値を疑問視した。十年後、カウニッツは英王同盟を解消して、赤年の宿敵フランスと組み、普通王同盟を締結した。フランスはブルッセルを占領した後、モンスや、 ナミウールなどの要塞を付けざまに占領した。ブリュッセルは1748年のアーヘンの和訳で、オーストリア領ネーデルラント全体と共に、オーストリアに返還されるまでフランスに占領され、和訳が締結された後も1749年1月まで占領された。ありがとうございます。